クラトゥは、ジョン・ボロシャクとディー・ロングによって1973年に結成されたカナダ・オンタリオ州トロントのプログレッシブ・ロック・バンド。結成当時にはメンバーの詳細が明らかにされていなかったが、スタジオミュージシャンが集合したバンドであり、演奏とサウンドメイキングは結成当初から注目された。代表曲に星空に愛を、ホープなどがある。中でも前者は、 クラトゥーがシングルとして発表した時は特にビートルズサウンドに似通った雰囲気を持っていたことから各種音楽メディアやリスナーの間で様々な憶測を招いて注目されたためバンドの代表曲になりカーペンターズは1977年にリリースしたアルバムパッセージの中でカバーした地球の静止する日の宇宙人クラトゥバンド名の由来は1951年の SF 映画 地球の静止する日において、マイケル・レニー・エンズル宇宙からの訪問者、クラトである。初期のシングル、アヌス・オブ・ユーラネス、サブ、ローザ・サブウェイ、ドクター・マーベロ、ホーユー・ガールは GRT レコーズからリリースされ、シングル、カリフォルニア・ジャム、トゥルー・ライフ・ヒーロー発売後には、ドラマーとして参加していたテリード・ドレーパーが、正式メンバーとなり3人編成となった。 マネージメント業務を務めていたテリー・ブラウンの尽力で、キャピトル・ EMI ・カナダとの専属契約が成立し、バンドの活動はさらに活性化した。そして、テリーは後に、彼らのプロデューサーとなった。最初のアルバム、3時47分へは、中期以降のサイケデリック要素を含めた、ビートルズサウンドに似ていたことから、アルバム発売当初は、 ビートルズのメンバーが覆面で活動しているなどの憶測が各種音楽メディアから伝えられ、そのためバンドとアルバムが注目を集めることとなった。二つ目のアルバムホープではロンドン公共楽団が参加したが、ファーストアルバムのサイケデリックな世界観からは遠ざかってしまった。1 9八十年代に入り四枚目のアルバムエン g a ジ g e r e d ー p ーーがリリースされた頃にようやく、 バンドのメンバーが少しだけ紹介され、ドラマーのテリー・ドレーパー、キーボーディスト、ベーシストのジョン・ボロシャク、ギタリストのディ・ロングの3人が明らかにされた。そして彼らからは、ビートルズからの音楽面の影響を否定する発言が飛び出した。クラトゥは、もともとがスタジオミュージシャンの集合体であったため、バンドとしてライブ活動は行っていなかったが、契約上の義務として、 キャピトル EMI カナダは1981年11月からしばらくの間 MAX Webster&Nightwind からメンバーを呼び入れる形の6人編成にてコンサートツアーを組みライブパフォーマンスを行わせたしかしメンバーのうち D-Long はライブパフォーマンスに関しての意味合いを見出せなかったためツアー途中の1982年4月にクラットから脱退してしまう 残されたジョン・ボロシャクとテリード・ドレーパーは、その後数ヶ月間ツアーをこなし、パフォーマンスを続けたが、最終的に1982年8月に、クラッツは、解散を迎えることになった。解散後の1988年に、メンバー3人が集合し、ロンドンにあるジョージ・マーティンのエアースタジオで、ドイツのテレビシリーズと等とように、バンドメンバー外のポール・ヴィンセント・グーニアが書いた、シングル、 ウーマンをレコーディングした。そのシングルは西ドイツでのみリリースされたが、シングルチャートに食い入ることはできなかった。レアアイテムのシングルとして知られていたが、後にコンピレーションのレアリティーズコレクションズなどに収録された。その後数年を経た2005年5月7日には再び3人が、集まりトロント、S クラーティコンでアコースティック版のライブパフォーマンスを行っている。 その時のセットリストには、AT ザエンドオブザレインボー、アイドントワナゴ o n t Wanna Go Home, Sherry, Magentirein, Little などが選曲されていた。クラトゥのオリジナルアルバムは2000年代に入ると、キャピトルを含む様々なレーベルから CD 化して再リリースされた。レーベルによっては曲数や曲順などが変えられて販売されたが、カナダのブルースイレコーズからは、 オリジナルアルバムの曲順と曲数でリリースされ、さらに同レーベルからは、アラウンド・ザ・ユニバース・イン・エイティ・ミニッツというクラトゥエのトリビュート版もリリースされている。そして2005年には、同レーベルから 2CD のコレクションセットとして、3セット、1973から1981がリリースされ、その中には、レアリティーズ、デモトラック、初期のレアシングル、 その他音源が収録された。その中で一番興味深い音源には、キャピトルからリリースされたホープのオリジナルバージョンが挙げられる。以前のリリース時には、ロンドン公共楽団のパートがリリース直前の最終段階で全て未使用とされリリースされていたが、この音源によってオーケストレーションがカットされていないオリジナルのバージョンを聞くことができるようになった。二 CDZ にはバンドメンバーへのインタビューを綴った40ページに及ぶブックレットも付属。また、同年2005年にはコンピレーションアルバムのラリティスもリリースされたが、このコレクションはアナログ版 LP だけのリリースとなっている。ラリティスではクラートゥーの熱心なファンに対して様々なマテリアルを提供していて、別ミックス音源やシングルのバージョン違いなど、 3セット1973から1981とは異なり、ホープを含む未発表音源などが多数収録されている。2009年3月に CD でリリースされたソロジーには、ラリティス収録曲のライブレコーディング版音源が収録された。ありがとうございます。